のチームキャプテンはアイリル、ヒマリン、そしてユーティーが担当させていただきます。お願いします。今回のですねチームメンバーは30秒のアピールタイムでチームキャプテンがドラフトで決めさせていただくんですけど、本当にみんなの面白い姿が見れると思うので、うん、ちょっと楽しみですね。うん、おみかん、はい、お願いします。はい、で私は最近腹筋を極めているので腹筋20回やりたいと思います。おいきます。はい、私はバスケ部なんですけど、運動がやっぱポップティーに入るとどんどん下がってしまうので、もうやる気だけは誰にも負けないので走って叫ぼうと思います。どこ行くの？こっちから行きます。ユーティーさん、一緒にチーム盛り上げましょう。いやぐるぐるバットをしたいので、ちょっと貸していただけますか。ぐるぐるバットして、まっすぐ歩きます。え、すごくない？え、結構平気？はい。おぉ15? 15? 15? じゃあ、皆さん一緒に数えてください。いきます。私もバット借りてもいいですか？怖いんだけど。応援団とかもやってたので声も大きいと思うので応援の声で盛り上げたいです。なのでちょっと今から入りたい思いを皆さんに伝えます。あと今はサーフィンとかもやってるので体感はちょうどいいと思うので、すごい、やっぱめっちゃ興奮してる。教育と反応してるよね。3歳からダンスを10年以上してて、体力には絶対自信があるのと、あと毎日筋トレを1時間以上自分で決めてて、最近お腹も割れてきた感じで、運動会とかでも最近あったんですけど、リーダーとかをしてもう全力でみんなを引っ張る気持ちがあるので、絶対チームに入れて後悔はさせません。まず私は小学校の2年生からバスケをしてて、あとは地球総大会で1を取ったことがあります。あとは小学校の時に副団長をしてました。応援の、でその特技であるバスケをちょっとボールありますか、やりたいかなと思ってるんですけど、いきます。いけるかな。すごい。
のメンズ。実は小学校1年から高校3年までリレーだったら必ずアンカーを務めてました。篠宮さんには自信があります。早そう。ちなみに最高タイムは6秒0です。お願いします。すごい、いや、すごい。僕は9年間バイトをやっていて、ただの腕立て伏せじゃ面白くないので、指3本で腕立て伏せと、あとジャンプ腕立て伏せってあって、それをやろうと思います。どういうこと？3本？先に、5回指3本で腕立て伏せします。はい、数えてください。はい、ジャンプしてタッチする、します。なんかそれめっちゃさ、マッチョな人がやってるイメージある。金属には自信があります。十分伝わりました。斜めリンクに入ってずっと毎日みんなと練習、ダンスしたり筋トレしたり、あとダイエットのために走ったりしてるので、お願いします。小学生の頃少し体操をやってて、側転ができるので、ぜひ見てください。すごい、なんか逆、めっちゃ華麗な。10年間ダンスを習ってて、結構柔軟性にも自信があるので、お願いします。言いながらアピールしていくタイプで。せーの、さくらちゃん。じゃあ、一人一人。のんちゃん。さくらちゃん。はるんくんで。ありがとうございます。なんかもうすごい走り回ってて、もう本当に元気にもう全力だなって思ったので、のんちゃんにしました。ありがとうございます。やっぱ男の子っていうのはチームに必要だと思うんですよ。だからどんなあれがあるか分かんないけど、ちょっと力持ちっていう面でちょっとあのグループには必要かなと思って、私よりしっかりしてくれそうだなと思ったので選びました。ありがとうございます。お願いします。お願いします。じゃあ2人目はシオンくん。おー、ダンスな。私もシオンくん。はい、要は一キャンでお願いします。イエーイ。最初はグーじゃんけんほい、あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんほい、あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんほい、あっち向いてほい。アイリちゃんの勝ちです。ごめんごめん、ごめんなさい。ゆめぽてちゃん、全然できそうな。服がね、やる気に満ちてるんですよね。誰よりも派手だから、やる気満々だなと思って選びました。はい、ありがとうございます。6秒台のしおくんに選びました。頑張りましょう。ちょっとこっちのね、メンズの方に負けないようにね、はい、全力で頑張ってもらおうと思います。頑張ります。はい、お願いします。ありがとうございます。みやかちゃん、やった。あ、でも待って、ルネッチョ。どうしよう、レンレン。やっぱこの可愛らしい感じが、このグループちょっとまだ奇抜すぎるかなと思って。私もね、あのチームにはりょうちゃん、2人います。高身長、本当です。頑張りましょうね。確かに、確かに。という理由です。レンレンはなんか可愛らしさも詰め込みたいなと思って、それとあとね、そういう測定を頑張ってやってくれたので、ちょっと全力チームで頑張りたいと思います。頑張ります。見ての通りね、もう4人しか残ってなくて、1人ね、
最後にね、余っちゃうというか、そう、いや、言い方はどうすればいいのか分かんないんだけど、そうなんですよ、みんな、どうする？選択肢も結構狭まってきたから。4人目は、ケアガピちゃん。え、マジですか？かわいい。はい、ダイルちゃん。みちゅ。あー、行こう。私たちは桃色ファンタジーです。せーの、頑張るぞ。その名もグリーンピースハッピーパーポーです。頑張るぞ。イエーイ。ポップティーンライブとか始まって一発目はなんとデカパンリレーです。やったことある人いますか、こんなの？いや、もあるの。なんかさ、このデカパンに親子でやって、親子で上に吊るされてるパンを食べるっていう。すごい、なんか初めての。すごい、結構難しいんですよ、これ。そう、こけちゃったりとかするから、ちょっとチーム力がね、一発目から大事になってくるんじゃないかなと思います。1人組で、よーい。あとさくらちゃんの応援で、いや本当にさくらちゃんの応援で、こそのありがとうございます。引き続きちょっとね、このまま一応突っ走ります。もう疲労がうわー、惜しかった。悔しい。さくらがめっちゃ隣早くて、めっちゃ早くて、なんか最初戸惑いました。やばいやばいやばい、なんかもう足がもうめっちゃフール溢れてる。よかった。どこの動画見てほしい。絶対今もおむつ履く人初めて。そう、でも顔が正直もっとあのできひんかなって思って、意外とみんなできんのね。ルールはですね、普通の綱引きとは違います。お、あっちのあっちの風船を引っ張りながらポンと割った方が勝ちです。難しい、はい。私たちはやっぱあの力の得意と言っていたハルハルくんが後ろに行ってもらって、で、あの手も長いと思うのでね、あのパンと一発やってもらう作戦ですね。手足の長いシオンくんにちょっと引っ張りながら手を叩いてもらったという作戦です。シンプルです。準備はいいですか？はい、はいはい、じゃあ行きますよ。よーい。方たちどうでしたか？ちょっと何やってこうか。何が起こったか見てくださったら分かるんですけど、ちょっとこっちが4人でこっちが5人になってるんですけども、これはね、こっちが全員女性ということで、あの男性がね1人いるので、ちょっとハンデとして4人だそうです。せーの、ハッピーバーボー。大事大事、はい、いいね、OK、です。いいよいいよ。今のままだとこっち勝ちそうだけど。聞いてますか、アイリさん。はい、すいません。
今の感じだとこっちも勝っちゃいそうですけど。そうですね、うん、ちょっとやりラフィーですね。よーい、どんでいきますか。はい、ちゃんといきますよ。いきます、よーい、どん。こっちも今ハンデとして1人抜けたんですよ、また、うん、そう、4人になったから、うん、ちょっと不安なんですけど、まあ大丈夫ですね。そうですね、大丈夫です。グリーンピースで大丈夫です。絶対勝つぞ。すごい後ろ体重で、よー